こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は初心者が Amazon 輸出で稼ぐための3ステップ、これについてお話します。まずはじめにやることは、ショッピングカートを取りやすいアカウントを準備する。これは文章で書くとね、まあ一行なんですけど、実際これ多分独自ノウハウというかですね、自己流であってはまずここが達成できないです。転売アカデミーのサポートを受ければ、Amazon の作法、Amazon が何を求めていて、どんな出品者が望ましいのか、それがわかります。そのため、やってはいけないことがわかります。また何をやるべきかわかります。この辺わからず Amazon 輸出を始めるとですね、稼ぐどころか、稼ぐ前に Amazon 輸出退場という事態になりますんで、自己流ではちょっと厳しいかなと思います。そして次にステップ2、儲かる商品を見つける。これね、儲かる商品っていうのは次の3つの条件をクリアした商品です。販売実績がある。仕入れ価格の3倍で売れる。ライバルが少ない。これをね、いかに効率よくたくさん売るか。このためには、普通にやっていたんでは見落としがちな、まあ、ある重要な点がありまして、そこを意識する、ね、やり方を教えてます。で、3番目、目論見通り売れたら補充すると。売れた商品を補充する。これね、補充するときにもコツがあります。自然な、ね、普通の感覚で補充して、あることをやってしまうと、まあ、すっかり補充した意味がなくなるとか、台無しになることがあります。まあ、そういう、ミス、ね、手間をかけて損をすると、そういうことがないように、重要なやってはいけないこと、それをお伝えしています。まあ、Amazon 輸出サポートしてですね、もう延べ、まあ、何百人じゃなくて、何千人とサポートして、しかも、まあ、常に私がサポートしてます。ですんでね、私はすごいアマゾン輸出で稼いでますって人でも、まあ、せいぜい売上月、まあ、1000万、2000万程度の話だと思うんですけど、私がサポートしてる会員さんの、まあ、合計金額ってそこから1桁以上上ですからね。まあ、一人一人は2、300万とか100万円とか、あるいは何十万ですけど、まあ、サポートしてる人たちの金額を合わせると、まあ、1億、2億を超えるわけです。まあ、それだけのね、実績、データを集めて、で、今、Amazon はこういうことをやってるなと、あ、こうシステムを変えたなというのが分かってサポートしてますんで、まあ、自己流であるのとは、雲泥の差です。雲泥の差というかですね、まあ、自己流だともう稼げなくなってますんで、Amazon 輸出で稼ぎたいなと、まあ、転売で稼ぐなら輸出がいいなと思った方はですね、ぜひ、Amazon 輸出、転売アカデミー、転売お特別サポートを受けて、Amazon 輸出に取り組むことをお勧めします。